ヒロキパイセン、アスカパイセン、行くぜ。おう、チェンソール、セット、レッツゴーオン。バグリアルチェンジ。はっはっ。今回もね、20周年のそれこそ裏話じゃないけど、もう煽るとかな、みたいな、おして、もうアドバイザーみたいになっちゃってる。今日20周年じゃ、そこも注目ですね。あ、そうそう、だから。そういうの、そういうのあるとね、今回なんか20周年映画を楽しみにしておいてほしいなって思うよね。あ、マジっすか、超楽しみ。え、言える範囲でいいんですけど、その、エピソードというか、裏話とかありますか？その撮影の撮影だったりだとか、あ、映画の、そう、映画のこととかで。何まで言っていいか、恐竜カレーが出てきます。でも、正直言っていいですか、アバレンジャー見てたら毎日カレー食べたくなりますね。正直。それでもほら、恐竜屋自体がさ、あるのかないのかとかもあるじゃない。うわ、そういうこと？でしょ？ちょっと待って、マジで。なかなか、だから俺らからしても、だから10年とかの時に、まあ、公開試合に俺が出たりとか。はいはい、出ましたね。それでエメコン。ただ逃げてくだけの。そう。キーを渡して、下がっててくださいって言われるっていう伝説のヒーローを演じた。で、すごいね。全く暴れてねえ。全然暴れなかった。いや、俺言ったんだ、テストでやったんだよ。いや、俺も戦おう。カットそういうのないから。そういうのやめてください。いや、ヒーローなんすけど。そうだよね。俺キー渡したら下がっててくださいって言われる。ユキとのキャラだったら割と行く感じ。行くよね。行く。でもやっぱその時もやっぱ嫁がいるんで、ああ、そう、守る嫁がね。でも俺もそれもだからその時だけのなんか超悪ふざけじゃないけど、まあ俺らも10周年もないし、でこう公開で出させてもらって、エミポンとそこは結婚してたんだっていう一個のなんか確かにメタな世界だと思ってたところが、まあこんだけね続いちゃったから、いや、すごいですね。今回俺だけ結婚指輪して出てるんだよ。そっか。でメンバーの中で俺だけ結婚してないんだよ。そっか。リアルではね。そうよ。なんで俺がこれやって芝居しなきゃいけないんだろう。バクリューチェンジ切らんじゃないよ。撮影中さ、みんなで結婚話みたいになるけど、ショーがいつも、ああ、また俺の知らない話してる。アナザースの話が始まってるんですね。ショーのやめようぜ。やめようぜ。撮影中だし。電車とかさ、東映で撮影して帰り電車とかさ、この人ね、当時の駅で言うと、石神公園で降りるのね。だから大泉で言うと、まあ隣にあるじゃん。で、俺はそのままずっと池袋まで行って、大井町の方に行くんだけど、石神公園になるとさ、いつも電車の降り口で、あ、俺村君いるよって言って、やめてやめてやめてマイブームだ。やばいっすね。台本持ちやがる。やばいっすね。台本ももう逃げ道、逃げようがないっすね。え、それ、その後の電車でどうなった？いや、だから、その後お母さんとかもさ、気づいて、あ、すいません。いや、それもそうだよ。確かに。確かに。もう行くしかないもんね。だから、頭さ、すごいツンツンさせた。いや、めちゃめちゃツンツンしましたね。帰り道もずっとツンツンなるべくさせて、はい、もうなんか翔くんが言うもんだから。言うもんだから。あとね、やっぱ俺が一番気づかれちゃうのは、エクステつけてたから。エクステ持ってた。確かに。白エクステで。ね、当時いなかったじゃん。はい、そう、だから悔しくて。俺もその気分味わってほしい。何が悔しい。ちなみに、今のその髪の毛の話は、俺昔翔くんから聞いたことがあって、うん、あれ自分で発案したんですよね。あ、そうそうそう。ですよね。そうね。俺はもともとその衣装合わせ、キャラクター会議みたいなのをみんなそれぞれやって、はい、で、なんか俺の役どうするみたいな、カリスマ整体師だし、はい、で、俺もいろんななんか戦隊も見て、うん、いない役にしたくて、あ、なるほどね。で、まずはピアスは絶対つけたいっていう感じで、その時。で、当時は原宿でバイトして、原宿族だったから、でそっちのファッションで行ってたの、オーディションも。それが良かったみたいなこと言われて、あ、そうなんですか。そう、だから、なんか最初の30期とか、派手なネクタイみたいなのも、俺がその時にやってたちょっとファッションみたいなのが一応入ってて、いや、そうなんですか。そうで、だったら俺は髪こうしたい、ここに白メッシュ入れて、でこっち編み込んで結びたいです。はいはいはい、上げるだけじゃないもんね。そう、編み込みも。あ、やってましたよね。それ原宿でちょっと流行りかけてたのよ、その髪型。へえ。美容師界隈でバイト仲間に美容師とかも行ってさ、これで来たら超面白いじゃんと思って、そっからそのアイデア出して、へえ。それもその代わり、あの
1年間ですよ。確かに1年間長い。メイク方法も一番早いのだから。確かに一緒4時半。4時半、5時半、5時くらい。そう。で、エクステも、自腹。要は。あ、そうなんですか。だから、自腹というか事務所。うん。これじゃなく、1年か2ヶ月に1回やってもらって、取れないやつを。そうなんですか。そう。めっちゃ大変だった。いや、めっちゃかっこよかったっすよ。あの髪型めっちゃ似合ってましたよ、あれね。そうね。だからまあ、なんかそれこそ、俺は、芝居もそうだけど、ブームを作りたいって思いがあって、受かったからには。で、自分のキャラを真似してくる人、まあ要は、スカイシアターとか、あれで俺の髪型真似してくるとか、俺のこのピアスをつけるとか、を考えてる方がとんでもない。なるほどね。ブームを作りたかったね、最初から。うわ、そういうことか。そう、考えてるな。ワックスすごかったね、ワックスの使用量が僕ら。でも徐々に徐々に、バレンジャーね、見てたら分かる通り、はいはい、後半髪型全員かっこよくなってる。いやいや、かっこいい、かっこいい。みんなかっこいい。センターやるあるじゃないですか。みんなワックスを知ってたんだよ、確かに。後半だから、西君の髪型俺やったりしちゃったの。そうなんですか。でもそれあるね。ね、メイクじゃないの。一人しかいないじゃん。確かに。で、今回もね、20周年、まあ、それこそ、裏側話じゃないけど、もう、香りとかが、俺、アスカになってる、みたいな。おー、もうアドバイザーってなっちゃってる。ちょっと俺とアスカじゃない。ちょっとメイクさんに言ってきた方がいいよっていう。そうなんだ。当時を知ってる人いないし。そっか。当時、髪がこう、ね、ショックね、ちょんまげとか。そうそう、やってるけど。確かに。じゃあ、ユスネ、じゃあそこも注目ですね、逆に。あ、そうそう、だから、で当時はさ、自分らで作ってたところもあるから、髪型とかを。うん、それをね、今回も具現化したいじゃん。だから俺髪伸ばしたし、あれをやりたくて。確かに、今、できますもんね、それね。そう、だから去年の撮影のために伸ばして、うん、でもせっかくさ、公開が秋だから、うん、そこまでは、そういう人さんになれる。そう。役が来ない限りは。そういうこと、いつ決まったんですか、これ、20周年。正式に決まったのって結構ね、俺はギリギリで聞かされたかも。実際やりますってなったのが今から1年前ぐらいだった。へぇー、そうかな。なんかちょっとふわふわしてたかな、本当にやるの、そうそう、やらないのみたいな。撮影時期が決まってなかったの。なるほどね。で、台本とか企画的な細かい部分も全然俺は知らなかった、ね、はい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 。え、誰が動いたんですか、最初は。ミッコ君、コジ君、ミッさんから。そうそう、今回も西君がっていうか、そうやって考えたら今回の20周年って割とね、うん、10年前のその思いもあってからの、だからね、引き継ぎじゃないですか。それはね、本当にあった。まあなんか奇跡ですよね。それはね、泣くわと思うよ。ですよね。だってあの時実現できなかった、ね、最近愛子とね、ちょっと女子会に参加したの。もう女子会じゃないんだけども、みっちゃんとね、愛子と、はい、すごい楽しみで、うん、よかった。本当に、ああ、いや、めっちゃ楽しみです、それ。ちょっと20周年もちょっと楽しみで行くんですけれども、じゃあちょっと最後の方に、はい、うん、ちょっとアバレンジャーのその質問事項がちょっと何個か来てるので、はいはい、パンパンいきますよ。はい、ちょっと行きたいと思います。じゃあパンパンお願いします。はい、じゃあ戦隊名を初めて聞いた時の印象の方お願いします。それね、これね、これあの東映オーディションのね、最後の方に行った時にショートこの話したんですよね。そう、カイさんのオーディションルームの名前がアバレンジャーとか言ってて、でそこでショート2人でね、来ました。アレンジャー。今年アレンジャー。やばいっす。嘘だろ。この名前大丈夫か。ちょっとびっくりしてる。なるほどね。やっぱびっくり。衝撃だよね。衝撃ですよ。まあハリケンジャー、ガオレンジャー、タイムレンジャーとかさ、なんかこうね、意味があるというかさ。アレンジャー。一瞬熱冷めたの、二人お互いの。え、疑ったやん、ね。そう、わーって生きてた人間たちが。え、ちょっと待って、これ何戦隊なの。これ何戦隊なの。確かに。じゃあ次いきます。はい。アバレンのビジュアルの印象お願いします。なんか、俺が最初見たとき、なんかそんなかっこよくねえなと思ったんだよね、やっぱり。ああ、そうなんだ。なんか、それこそブラックかっこよかったんだよ。そう、ブラックはね、俺ね、最初見た時、いや、超かっこいい。やったなと思って。やったーと思う。だから、俺の印象的には、
なるほどね。もうちょいあるでしょ、ね、最初。え、でもかっこよかったですけどね。だからやっぱりちょっと見慣れてってっていうかね、うん、愛着が割と全然変わったけど、いや、っていうかね、あの、見てる側言っていいですか、うん、見てる側はもうユキとかかっこいいから、ぶっちゃけ変身後もめちゃくちゃかっこよく見えるんですよ、うん、だから変身後だけを見てるわけじゃないからかもしれないですけど、なるほど、めっちゃかっこよかった最初から。あと本物見たらかっこいいと思った、うん、いや、そうですよね、それも言ってね、うん、いや、真剣じゃ面白いですよ。だから僕、うん、ゴーンバーサス真剣とか、その最初の、うん、これあるじゃん、鉢、うん、合わせるときに、来年の新戦隊のスーツ着てるらしいぞっつって、おマジか、見ようぜって言ったら、火って書いてあるんですよ。え、そうね、火みたいな、マジか、待てよって思う。そうそうそう、でもめっちゃかっこよくなってるじゃないですか、やっぱり。そういうもんですよね、仙台って。同じもんね、ね、やっぱ動きがついたりだとか、やっぱりキャラがちゃんとついたりとかすると、ね、いや、すごいんだよ、考えてる人たちやっぱね、その後の後まで考えてるけど、ね、いや、それは本当思いましたね。そう、だからじゃあ次いきます。はい、はい、冒険 VS スーパー戦隊っていう30周年記念に、はいはい、そっかそっか、え、ダイノアスの生活の、はいはい、なんか1ページみたいなのちょっと出てる、へぇ、子供を燃やしながら川で洗濯してるアスカ、マジ、へぇ、すごい、これでそう、プライベートじゃない、仕事じゃない、生活を映させてくださいじゃないですよ。そう、違う違う違う、その時に、あれですよ、それこそマジンイエローの松本ひろやさんと出会ったんです。出会いくんとか、そうだった、冒険シルバーの出会いくんとかと、へぇ、で、ハリケンジャーで言えばハリケンブルーの浅田奈央ちゃんもそこで出てんだ。え、みんな出てるんですか。いや、各戦隊からその冒険ジャーまでの、そう、あ、ちょっとされたメンバーで出てる、ドリーム戦隊みたいな感じ。あ、そうなんですか。え、全然予想しなかったな。だから20周年やるときにね、うん、あれからさらに十何年の役って難しいなって思って、うん、20年ってね、やっぱちょっと変わってるから。変わりますか。逆に意外と、なんか今回の映画のテーマだよね。ああ、時代の流れというか、はいはいはい、を結構本当にテーマにしてて、映画自体が、はいはい、それが面白かったなと思って。やっぱ20年経ってるけど、当時のノリで芝居来るじゃん、あ、ちょっと笑っちゃいそう。本当にそう、それはそう。なるほどね。僕からすると、そんな20年経ったアバレンジャーっていう感じで来るとは思ってないです。なんかあのままの感じで来るのかなってちょっと確認、まあ、そう思っておいてくださいよ。でもね、こう、やっぱ締めるよね。やっぱバラバラになって終わった全体じゃん、うん、ちゃんと、はいはい、それがどうやってもう一回集まるのかを楽しみにしててほしいな。なるほど、ありがとうございます、ね、いや、楽しみ。じゃあ最後いいですか、はい、今後もしコラボしたい戦隊などあればお願いします。キングオージャーは俺はね、おお、なんかやばいじゃん、やばい、すごいよね、技術。あれ、急にどっか出てきた、あの技術。いや、あの技術はやばいですよね。なんか何年おきにこう革新的なあれこういくよね。いや、そうです、すごいよね。今の青の子はさ、うん、俺、あの知り合いでさ、あ、そうなんですか、共演しててさ、ヤンマガスト、ヤンマ、あの、ヤンマガストって言うんですよ。覚えてる、あの、ウコソパの国王、ウコソパの国王、ウコソパの国王、あの、ブリーゼントリー、いや、全然知らなかったじゃん、今ヤンマガスト、ヤンマガスト、名前出てきてないですか。ヤンマガスト、一番最初出てきて、見てんだよ、俺、一番最初出てきて、2話でメイン会みたいな、見たよ、見たよ、2話でメイン会、大変だったもんな、あいつな、みんな村人がやられてさ、最初ちっちゃい映画で、ちょっと一緒で、その後に5人芝居みたいなのも一緒で、え、いつ殺すのこれ。4、5年前だな。え、じゃあそこから、うん、え、じゃあ割とあの方は何歳ですか。25、あ、そうですね、だから二十歳ちょいだったのかな当時。どんなあれ青年なんですか彼は。まあ、ちょっと話ずれちゃうんですけど、なんか、まあ、いや超真面目よ。でもなんか勢いはあった。あ、やっぱりちょっと勢いある感じだけど、なんかすごいその芝居の本読んだりとかもするような。スカフォンタヌキとか言う人ではなかったなんて言わないだろう。誰も言わない。割と最初クールなキャラの人って戦隊って後でネタキャラになってくる感じあるけど、ユキトって結構保ってましたよね。割とね、そこはだから頑張ってたよね。ちゃんと差別化を、ね、めっちゃ保ってキャラ確立して分かりやすかったね。そう。あと、まあ、キラーがずっと敵でいてくれたっていうのもよかった。ああ、確かに。仲間になじてたよね。逆にね、かぶるじゃん。確かに。かぶる、確かに。俺が変な方にやらされちゃうじゃん。カオルさんの方も最後、今後コラボしたい戦隊などあれば、レジェンド戦隊同士でのコラボっていうのは面白い、うん、ね、もしできたら、ね、全部出たいな、今後全部出た。でもね、これからやるやつ全部出たい。だから今回さ、俺は出てないんだけど、はい、あの、暴れとドムラザーさんがコラボでちょっと TTFC で、はい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 、これから配信されると思うんですけど、はいはい、やっぱ今の子たちのね、
その撮影してる姿とか見たらもうちょっとねおじさん頭上がらなかった。でいやなんかねこれも不思議なんだよね。なんか俺からするとあんまおじさん化してない人がおじさんって言ってるのが不思議なんですめちゃくちゃ。でもやっぱ現役は違う。あ違う。そうね、顔の感じ見たら若いけど、でも若いっすよ。でも暴れジャケット着て出てきたらやっぱおじさんだなって思うもん。マジ全然思わない。現役の子とね、うん、やっぱ一緒に並んだ時に、はい、なんか年代感じるじゃない。その時にすごい悩むんだよね。その20年をちゃんとしっかり背負った状態にいたらいいのか、当時のまんまでいるとなんか変な感じになっちゃう。そういうことか。そうなんですか。ほら異世界の人だから、うん、なんかね、まあ、宇宙人目線で見ればね自由度を聞くけど、レジェンド同士なら逆にコラボはしやすいんだけど、ね、そっか今となると結構そうか。まあ今回の YouTube もある意味、ね、いやそうですね、まあ、そういった感じでは確かにそういうコラボはすごい面白そうだな。いやそうですよね。俺からするとやっぱもうレジェンドのね先輩たちだったりとかして、翔くんに関してはもう小中の先輩ですからね、うん、なんかこうやってレジェンドだよね。レジェンドだよ本当にレジェンドだから。じゃあ最後ちょっと翔くんに、うん、あのベンベラベロベロで締めてもらってもいいですか。何それ。やったでしょ。あの子供にやったでしょ。ほら子供にやったやつを やってないやつでしょ。いやそれやってないやつ正解ないんだよ。だから暴れた暴れるでしょ。だあれだけ俺すごい気になる。どんな顔したのか、あのユキトがどんな顔したのかっていうのが気になるから、最後ちょっとその顔で終わりにいきたいと思うので、うん、いいよ全然。はい、じゃあということで最後は三条ユキトのベンベロベラベラで締めていきたいと思います。それではユキトバイセンよろしくお願いします。3 2 1どうぞ。ありがとうございます。ほぼペコちゃんですペコちゃん。いや本当すいません本当に、あのこんなことやらせてすいません本当に、全然もうあれはすいません本当に、大先輩に本当に申し訳ございません。ありがとうございました。すいません。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。